全く受粉しない木1回だけ受粉する木、2回受粉する木3回受粉する。木ってこう4つに分けてたんですよ。で実際そうしました。どうなったと思います。 はいこんにちは皆さん指ですえ今回ですね簡単に血実率を高められるスモモの受粉の仕方ってそういったお話です皆さんやっぱスモモを受粉するからにはたくさん見つけたいじゃないですかねたくさん見のってもらいたいですよねで僕自身もそうだったんですけれどもたくさん受粉すればこう見はつくっていうのは分かってるわけですよただやっぱしんどいじゃないですか。 なので、もっと効率よく簡単に結実率を高められないかって気になったりしませんかね。今回の,あの内容を聞いていただくことで効率よく結実率を、ね、高められるようになりますんで、そういったマニュアルがありますんで、それを紹介しつつ、えー、自らの経験談も、えー、踏まえて皆さんと共有していきたいなと思ってます。ちなみにあの僕、農業にプラスになりそうなことを発信してますんで、ちょっとでも良さそうだなと思ったら、動画の方はあのチャンネル登録、音声の方はフォローの方ぜひよろしくお願いします。音声向けにも作ってるんであの流し それでは早速本題なんですけれども、えー、簡単に結実率を高められるスマホの受粉の仕方はこれいくつかちょっとチャプターに分けましたそれが次の通りです。 受粉するタイミング、えー、道具について、花粉の準備の仕方、理想な好条件、実際の作業の進め方、終わった後のこと、これ一つずつちょっと見ていきます、えー。受粉するタイミング、これ結論から言うと、スモモの菌が八分咲きになった時にやるのが一番いいかなと思います。なぜなら、リスクをね、これ回避できるからなんですね。で、それってどういうことかっていうと、あの切り際になっ た方がね。あの受粉してする時にこう受精率高まるって言われてるんですよ。と遅めでえ散、ー、り際に受粉1回やるって言うと結構ね。結実率高まるって言われてるんですけれども、これなんでかって言うとこう。めしべが濡れてくるからなんですね。じゃあね散り際にやればいいじゃん。って思われるかもしれないんですけれども、あのー、実際そのタイミングで雨とかずっと続いたらどうですかね？ 今、ここ山梨でも結構雨続いちゃって、自分なかなかできない状態なんですけれど、もま自分できない言い訳ですよ。それで受粉できずに結実率がね。こうやっぱ低くなっちゃうわけですね。それよりはあの8分咲きの時散り際じゃなくて、あのある程度満開になったタイミングで受粉作業するっていうのがいいのかなと。効率はいいのかなと思います。じゃ、あ一方で5分咲きとかもっと早めに触った方がいいんじゃないの？って。 やっぱ八分咲きであってもそういったリスクあるでしょうって思われるかもしれないんですけれども確かにそうなんですよただよくあの枝を見てもらうと分かるんですけれども花の咲き方って枝の上向きのつぼみからねこう花が咲いていてくんですよ上の方が花が咲いてても枝の下向きのつぼみはまだねこう咲いてない状態が多かったりしますなので何が言いたいかっていうと5分咲きではあの実がついてほしい枝の下側 実がついてほしいこの下側の花がまだ咲いていないことが多いんですね。もちろん八分咲きの時でも、えー、花が咲いてない時ってやっぱあるんですけれども、でもやっぱね効率よく結実させるにはやっぱ八分咲きがいいかなと思います。ちなみにですけどあのスモモってえっと開花してから7日間は、えー、受精能力持ってるって言われてますんでこれも一つ目安にしてください。 はい、以上が受粉するタイミングでした。続いて、えー、道具についてですね。えー、まずですね、これはダチョウの毛羽立を使ってください。一番こう細かく花粉がくっつきやすくて受精率を高められるって言われています。一般的なものはね、手にこう棒がくっついてて、で、まあ届く範囲ですか、触れないんですけれども、立ち木とかもう高いところは高いじゃないですか。そういったところには長い棒をくっつけて採りをする。 っていう感じですね。ただ、あの、以前僕、あの、コメントでいただいたんですけれども、どこでそういうポール売ってますかって、あの農協に売ってないって言われましたっていう、そういったコメントをいただいたんですよ。で、確かにあの僕、以前は JA、農協で買ったんですね。ただ、今はね、ちょっと取り扱いがないみたいなんですよ。僕もちょっと言われまして、えー、今、これ2023年の3月時点ですね。じゃあ、高いところ受粉できないじゃんってなるじゃないですか。 なので、あの代用品使ってください。他のものを仮に使いましょう。それがえっと次の3つですねえー。1つ目が竹えー、2つ目が上り、旗のポールで3つ目が釣竿この3つのうちどれか使えばいいかなと思います。この このね長い柄のやつの先端にガムテープでこう2箇所クイックイッて、ね、くっつけてそれで受粉作業するとで特にねおすすめなのが伸縮できるポールか釣りこれなんですね。 縦だったりとかこう伸縮できないやつを使うと低いところを作業する時結構邪魔なんですよね長すぎてで地面に突っかかっちゃったりとかして、ね、ちょっとやりづらいなっていうのがあってそれよりはこう伸縮できるやつであれば低いところはねそこまで伸ばさなくてこうコンパクトに受粉作業ができるとそういったものをおすすめします。 以上が道具についてでした。続いて花粉の準備の仕方。これあの結論としてはあの純化作業っていうのを行ってください。純化を行うことで簡単に結実率をね高めることができます。これどういう作業かっていうと、以前あの僕が花粉の取り方で動画説明したときに最後に、えー、ジャム瓶の中に、えー、花粉を入れてで冷蔵庫にしまっておきましょうって言いましたが、冷蔵庫とかで低い温度で、えー、保存しておくと。 あの花粉がやっぱ活動しにくい気温というか活動しやすい温度帯っていうのがあるんですね。なのでそういった状況に持っていくためにえ循環をするっていうことなんですよ。でこれどうやるかっていうと密閉できるこうクーラーボックス これれに、えー、濡らしたタオルを入れてくださいでそのぬらしたタオルそのまま、まあ、入れてもいいんですけど僕がやってるのはそのぬらしたタオルをビニール袋の中に入れておきますで口は、えー、開けっぱなし袋の口は開けっぱなしこれなんでビニール袋に入れるかっていうと、あのー、この後説明する封筒に花粉を入れるんですけれどもその花粉がねぬ、えー、れたタオルでこう湿っちゃう可能性があるんでそれを防ぐために、えー、ビニール袋を入れてますで、まあ、そもそもなんですけれどもこうなんでぬらしたタオルを クーラーボックスの中に入れるのかって思われると思うんですがこれはあの湿度を、ね、高めるためです湿度を高めることでえ花粉が活動しやすい状態に持っていくっていうことですねで、えー、そのクーラーボックスにあとは、えー、花粉を入れた封筒をねあの中に入れておくとで蓋を閉めて密閉しておくで、えー、花粉を封筒に入れるって今言いましたがあのジャム瓶を、えー、僕は3等分にしてます3つの 封筒に、えー、ジャム瓶を3分の1ずつ入れてで、えー、密閉しておきますねこれなんで3つに分けるのって思われるかもしれないんですがこれは後で説明するこの実際の作業の進め方っていうところで、えー、紹介したいなと思いますでこの封筒の口は、えー、開けておいた状態で中に入れておきます どれぐらい経てばねどれぐらい順化作業すればいいのって思われるかもしれないんですけれどもだいたいねえっとただ僕その2時間も正直待ってられないんで僕はもう軽トラの荷台にねクーラーボックス密閉したそのクーラーボックスを置いてで直射日光、ね、日光が当たった状態であの温めてます。はい そうやってえー、まあ順化っていうことでやってます。で、そのまま畑移動して畑について、えー、取り出すとでその時にですね。おそらくその花粉はこういう封筒だとちょっと毛羽立ち入れるのにはちょっと小さいじゃないですか。なので、その花粉は何に入れたらいいのかって。 疑問にね思うかと思うんですよ。で農家さんを見てみると紙袋を使ったりで僕も以前やってたんですけどビニール袋の中に花粉を入れて、えー、でその中に、えー、毛羽立ちをねシャ,シャシャシャってこうつけてで花粉えあ、ー、ごめんなさいえっ、ー、と自粉作業をするっていう流れですね。僕はですね今ボイド缶っていうわかりますかねあのコンクリの丸い支柱を作るために、えー、使うその厚紙の こういう筒があるんですよ。ボイド缶っていう。それを高さ20センチぐらいに切ってで、えー、そこに、えー、板をなんかベニヤ板でもなんかつけておくんですよ。あのボンドででその筒に、えー、花粉入れてます。で、これを、えー、輪っかのゴムで、えー、足にくっつけておくんですね。2箇所輪っかのゴムを付けておきます。こうすることで毛羽立ちを使って受粉作業をしながらまた付けたいなっていう時にね。すぐこう足元に。 毛畑をパパパパッとこうつけてでまたすぐ受粉できるっていうそういうふうに簡単に楽にできるんで今こういうやり方してますね以上が花粉の準備の仕方でした続いて理想な好条件これ結論から言うと、えー、時間帯は10時から14時です10時から14時で気温が理想としては15度以上で、えー、風がない日無風の時ですね この時に受粉できればかなり結実率は高まります。これ何でかって言うと、めしべ、あの中東についた花粉が発芽してで、その花粉がえっと花粉管をね。こう伸ばしていくのに気温が必要なんですよね。あの脂肪、死亡鼻の脂肪の排出っていうところに、この花粉管が到達するまでにこうまあ、気温が必要だとで、そのためにね。えっとすももはにえっと48時間かな。 48時間かかるって言われてます。なので、結実しにくい品種ま費、あ、用太陽とかはあのその時間帯にねえー、受粉作業するのがいいのかなと思います。まあ、さらに理想。 さらに理想を言えば春の日がね2日間続くその最初の1日目にねその気温とか太陽を受粉するといいんじゃないかなと個人的には思ってます。じゃあ曇りの日はどうなのって思われるかもしれないんですけれどもあのそういった時はですねその時間帯いい条件の時には身がつきにくい品種でそれ以外の、えー、まあバッドコンディションっていったらあれだけど あのまあ同じ理由で10時から14時の暖かい時間以外はソルダ向け目がつきやすい品種ですねあエンジェルとか、えー、ビュートとかですかねカンノもそうですけどそういったものを、えー、触った方がいいのかなと効率的かなと思いますじゃこれ実際何回受粉作業すればいいのって思われると思うんですよ。これ、えー、僕の経験談から言うと2回回触触ねあの十分でです1回触るだけでも か結構いいと思うんですけどねただしですねやはりあの何度もお伝えしてますが受精しにくい血実率が低い品種肥料とか太陽に関しては3回は触っといた方がいいのかなと思いますはいあのー、まあね確かにあの冒頭でもお伝えしたんですけれどもたくさん触れば、あのー、たくさん実がつきますよそれは間違いないですただちょっとしんどいですよね効率的ではないですよね で、僕がなんでね。あの1回だけは触った方がいい？って思った理由としては僕以前ですね。収納当時になった検証なんですけれども、ちょっとこれお伝えさせてもらいますね。受粉の回数でどれだけ結実率が変わるかって気になったりしません。僕収納当時やっぱ気になってで実験したんですよ。で、同じ畑同じ年数、同じ品種えっ、ー、と大石和製だったんですけれども、その木の4本に対して。 全く受粉しない木、一回だけ受粉する木、二回受粉する木、三回受粉する木って、四つに分けてたんですよ。で、実際、そうしました。どうなったと思います？あの、これ、全くね、受粉しなかった木はね。えっと、全体的にポツポツ、ポツポツと実がついたんですよ。まあまあ、受粉しなくても、まあ、こんな感じでまばらにつくんだなって感じで、やっぱ、ちょっと、えー、物足りない感じでした。 一方で、えー、と1回受粉の木これはですねあの全体に実がついたもののやっぱところどころねちょっともうちょっと欲しいなっていうそういった印象を受けたんですねところどころ実がついてないところがありましたで2回受粉の木は全体にこうしっかりついたものの1回の受粉の木に比べてそこまでね差がなかったんですよねで3回受粉の木は2回受粉した木と比べてあのほぼほぼ差がありませんでした これ、つまり何が言いたいかっていうと0回よりも1回受粉するだけであの劇的にこう結実率を高められるっていうそういったことなんですよね。なので、えー、とにかく1回は受粉した方がいいいって、えー、思います。以上が理想な好条件でした。えー続いて 実際の作業の進め方なんですけれども、えー、先ほど花粉を封筒3つに分けたっていうお話しましたよねこれの理由を今から説明しますとこれをそれぞれ朝10時13時時でで、えー、そのタイミングで使いますこれ何でかっていうと先ほどお伝えした通り受粉する時間はこうあったかい時間帯がいいんですよ。で10 14時時から14時 ですよね、その時に花粉を使った方がこう効率的に結実率を高められますんでなのでその時間帯に狙って花粉を使うとでも朝ってどうなのって思う方いらっしゃると思うんですよ朝ってまだ寒いよってね思われるかもしれませんがあの僕の経験談でいうと朝雌しべに花粉がついたとしてもその時発芽しなくてもそのままあったかい時間帯に来たら発芽してで花粉化が伸びてくって思ってるんですよ。 なのでまあ朝でもまあ別に問題ないかなって僕は思ってますもつまりはもう午前中メインで一生懸命やりましょうっていうそういった話ですねでまたあのちょっと相撲に関してのちょっとデータがありまして一、えっと、日のうちその午前8時から午後4時のうちやっぱ結実率が高いやっぱりこうたくさん実がつきやすい時間帯っていうのは、まあ、先ほど言いました10時 14時なんですけれども、朝8時だったり夕方4時16時にやってもそこまでね極端に血実率が下がるってことはないっていうそういったデータありますんで、はいあのー、この時間帯触ったけど大丈夫かなってあの心配になる必要はありませんのでちょっと下がるぐらいです。 でどの品種からこうやったらほうがいいんだろうって思われるかもしれないんですがこれはもう結論としてはもう実がなりにくい器料を優先して触ってください一番実がつきにくい品種なんでそれをまず触りましょうまあちょっと一方でですねあの花が咲いて早く散るのがしわせっていう品種なんですよ花持ちが一番悪いのがおいしわせなんですねで肥料っていうのは花持ちがかなりいいんですよ一番最後まで花が残ってます なのであのちょっとちょっと弱説的なことを言いますけれども大石和瀬が咲いてるんであれば満開であれば早めにね触っといた方がいいです大石和製。で初めてで、ね、こうすももの受粉作業をする方いらっしゃると思うんですよ。枝のどの部分を触ったらいいのって思われるかもしれないんですけれどもこれ結論から言うともう枝の下側ですね下側に芽がついてほしいんですよ上に芽がついてもちょっとあのいい芽にはならないんで。 自然と実が大きくなって重さでボキッてこうねいっちゃいますんで下っ側に実がついてほしいと。で1本これ立ち入りでお話、まあ、棚でもいいんですけれども僕がおすすめするやり方としては、えー、海神自然系2本でねこう種子が分かれているんであればその分かれ目からスタートするといいです。でそれを、えー、分かれ目からスタートして枝をなぞるようにして全部の枝をこうなぞるようにしてやっていけば必ずえー 全部の枝を触ることができて一周してまたその位置に戻ってきますんで、あのー、やたらめたらねその辺バーってやるよりは丁寧な丁寧な受粉っていう意味ではそういうふうに今1人でやるやり方をお伝えしましたが同じ側にいる場合はその分かれ目から1人の人は、えー、時計回り右回りだったりでもう1人の人は反時計回り左回りだったりそういうふうにやると、あのー、お互いにねまた ぶつかかり合うというい、あのー、受粉できますんで,で一方で同じ分かれ目スタートであっても木を挟んで、えー、向かい側に人がいるとそういう場合は2人とも反時計あごめんなさい、えー、とそういう場合は2人とも時計回りでこう進んでいけばもう、ねあのー、お互いがその次の分かれ目のところまで受粉作業すれば全部触ったっていうことになりますんで、えー、参考になるかなと思います。 はい、思います。でこう自分作業してるとえー、疑問に思うのが、えー、毛羽立にね。こう。花粉をつける頻度ってどれぐらいがいいんですか？ってこう思われるかもしれないんですよ。僕もね。最初知りたかったんですけれども、誰もこうなんとなくだよっていう感じで、あのー、なんとなくだよっていう感じで、えー、回答されてて、僕もどれがいいんだろう。どういう感覚で。 何分おきにつけたらいいんだろうってちょっと最初不安だったんですよでこれもう僕15年近くこうやってきて経験談でお伝えしますと僕は、えー、と2分ぐらいでつけてます2分ぐらい経ったら、えー、つけてでまた自分作業するっていうそういう感じでやってました一番ねやっぱ理想としてはその同じ品種例えばキ業っていう品種をこう触ったら、えー、また別の品種 ソリダムだったりとかオウシだったり違う品種の木を触ってそしたらまた、えー、違う品種っていう普通にそういうふうにこう交互受粉するともっと結実率って高められると思いますんでこれも参考になればなと思います以上が実際の作業の進め方でした最後にあの終わった後受粉作業終わった後の話をしますと、えー、まあ僕これ何を伝えてたいかっていうと毛羽立ちをね洗ってくださいっていうことなんですよ。 これ何でかというと、いう毛羽炊きずっと使ってるとめしべの,の中等からの,この分泌物があのベトベトしたものが付着し,しちゃってで湿っちゃうんですよね毛羽炊き自体が。で花粉がねなかなかこう離れなくなっちゃってで受精率血実率が低くなるっていうそういう仕組みなんですよ。ななので、るべくだったら、 毎毎回毎回水洗いいいすする方がいいで,すでどういうふうに洗った方がいいのかっていうと僕がやる方法としては水あごめんなさいバケツに水を張ってでそこに毛畑をこうやってジャブ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 ,ジャブと手でね直接毛は触らずに何だろうこうあの持ち手のところをこうくるくるで、ね、やりながら徐々にやりながらそれをそうですね3回ぐらいですかね3回ぐらいこうジャブジャブってやって。 それであとはもう洗濯バサミでこう止めてで干しとくっていうそういうやり方をしますね。もちろんあの農家さんによっては、ね、全然洗わずにワンシーズン終わったら洗うって方もいらっしゃってでそういう方であっても、まあ、何も問題なくできてはいますんで問題はないかと思います。ただ、えー、理論上の話をすると やっっぱりそういういにこの、あのー、湿ってきますんで毛畑がなのでそれをきれいにした方がいいのかなと思います。でこれ中、えー、性洗剤とかで、えー、洗った方がいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども中、あのー、性洗剤ででも全然ありですただ僕ちょっとやったことないんでちょっと泡はするのがちょっと面倒だなと思ってもうちょっと快適に終わらせたいなと思うとうんまあ水でいいかなって僕は思って。 しまいますね、はい。以上が終わった後のことでした。はい、まとめていきますとというかこれまとめると言ってもちょっとあれですねあの注意しておきたいことっていうのを、えー、チャプターの大タイトルをちょっとお伝えしますね最後にね。えー 簡単に結実率を高められる方法、えー、次の手に注意してください、えー、受粉するタイミング、えー、道具について花粉の準備の仕方、えー、理想な好条件、実際の作業の進め方で終わった後のことこの6つに対してちょっと注意していってくださいこんな感じでにに、えー、にプラスななりそうなことコンテンテツにしてます、えー。参考になりましたら、えー、グッドボタンチャンネル登録、えー、もしくはフォローの方是非よろしくお願いします、はい まあ、また何かの別のコンテンツでお会いしましょう。終わります。